これどう見ても石室なんですけどね、桜坂の住宅街のね横にあるんやけど、石室でございます、間違いなく。はい、ここはねせっかくなってますね。ちょっと荒いからね、だいぶ古いかな。どっから持ってきやったんだろうね。この辺はもう石がゴロゴロしてるということはね、いっぱい古墳が壊されましたかね。いやー、これセメント固めたわ。これはセメントでございますね。横は固めてあるのは。これが船頭が手前から手前まであったとすると、まあね、石室の長さが10メートル以上あるかもしれんな。そんな感じでございます。はい、桜坂の住宅街でございます。これは昭和の時代だったね。こう開発されたのは昭和の山の上でございますからね。だいぶ家建ったんやろな。昔に随分空いてたんでね、なんかよう分からんけど、あの辺にもね、ものすごい石がゴロゴロしてるんだけど、あれは何でございますかね。ゴロゴロしとるんやけど、石はね。もう分からんな。古墳があるような感じじゃないね。石ゴロゴロしとるんだけど。入られんか。ワールドカントリーでございますからね。カントリーの中にどうなんだろう。カントリーの中入ってみるか。入ったらいけませんか。もうこれカントリーはね、あらあら入れませんか。雰囲気じゃなかったですね。ゴルフ場でございました。